ございます。どうぞ。Thank you.
休みの2人出勤だから2人でさ、ね、美味しいよね、2人出勤だったみたいでね、なんかモンブランまた行ったので、ね、その後に事務所の隣にすごい美味しいお肉屋さんがあって、そこで生肉買って2人で帰ってた。もうちょっと早く来たら買ってくれたって、うん、よく思ってくれた。いい感じだった。よし、戻ってくる。うん、いいね、おいしい。カレーを買います。キュッてやって、今食べる？はい、と、オクラ、そして、はい、
take pictures, please. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?
肉はこうやってやったら美味しい。野菜も、旬の野菜を教えてもらいたい。
Thank you.
I
んだ。自分も
マジで酒、なんか一杯ですすごくよかめちゃくちゃ辛いよ。夏は実質冬さんには。飛ばしちゃったんじゃない。そんなこと喧嘩すんな。まあいいや。社会出ろって言われた世代なんだ。それこそあの映画の舞台は今半の審判ですよ。いいよこれ、持ってみてください。海岸いいですよ。すんごい綺麗ですよ。なんかあったら寄ってください。嫁と喧嘩してない。同居だから6人ですか。そしたらあそこに出窓があるでしょ。
人だから出番のところにテーブルがあるすごくいいんですワインとグラス置いてその写真を撮って向こうにスカイツリーがあるのいいな元々の目的を過ごしただけの喧嘩の理由が知りたい何したのつまんないことなかったねここまではあれ優秀だったけどあれわからないバブルの時に短大学習院短大に出て就職して片酒屋をやりたい放題だね時代としてはね最近は特に増えてきたからね意外でも出てくるのが美味しいんでしょもう意外が美味しいんでしょそりゃそうだおい、ちょっと食べる行って行ってるおいいなかったえいなかったあと光物はしめ鯖しかないおいいよ、しめ鯖しめ鯖食べますこれ、これいや、一貫に行きますいや、二個でいい最初にしよう最初にしよう Thank you.